モデルナのワクチン打って2日目でございます。昨日のお昼12時半に打ったんで、まるっと24時間。で、夜の12時で36時間って感じかな。うん。余裕。余裕。うん。全然普通。余裕ですね。はい。まあなんかツイッターではちょっと大げさにいろいろつぶやいてるんだけど、もう別に全然余裕。っていうか、いや、この2日間配信サボってるぐらいの感覚。うん。なんか逆に申し訳ないな、みたいな。普通に休暇、みたいな。うん。普通に布団でゴロゴロしながら、TikTok の動画200本ぐらい見てて、お姉ちゃんの水着の動画見てて、ニヤニヤしてるみたいな。だけど、オープンレックでさ、定点カメラついてるからさ、チンポコ一つも触れないっていうので、逆にそっちが苦しいっていう。そう。だからずっとついてるじゃんか。副班のおじさんで定点カメラやるって言ってたから、丸一日以上ついてるから、何もできないんですよね。で、まあ、ワクチン気になる人もいるので、ちょっと真面目にね、モデルナ2回目の副反応報告をさせていただければと思います。まあ、以前にね、コロナにかかったことある人間が、モデルナの注射を打つとどうなるか、ワクチンを打つとどうなるかってことでね、まあ、興味ある人もいると思うんですけど、まあ、もちろんね、ワクチンって個人差があるので、なんとも言えない。ただ、石川紀之の、まあ、報告にはなるんですけども、だいたいモデルナ2回目打つと、打ってから12時間から24時間以内に、熱が出まして、で、2日目をピークに、3日4日と落ち着いていくよということで、だいたい2日目打って翌日が、体温のね、ピークに到達するみたいなんですけれども、早い人だと打ってから4時間ぐらいでもう熱が出たりとか、腕の痛みなんかだとね、打って1時間ぐらいでもう腕上がらんよっていうようなスピード反応する人もいるんですけど、私、石川紀之ですね、今日の昼間ぐらいかな、昼間ぐらいになんかね、まあ、異常に体がだるくてね、もう足とか腕とか関節がすごい痛くて、おかんもして、こりゃ来るぞと思って熱測ったら7度2分か3分ぐらい。7度2分か3分ぐらい出たんで、あ、これはもう、前兆だなと、本前兆だなと思って、カロナールの薬を飲んで寝たら、なんか熱が下がっちゃって、もう現在は、体の痛みとか、倦怠感っていうのは、その、昼を10とするならば、今は3ぐらいで、特にあまり、支障をきたすほどのだるみはないかなっていう感じですね。熱も、6度3分から6度6分ぐらいを行ったり来たりしてて、熱もなんかもう下がっちゃいました。で、唯一残ってんのが頭痛で、めっちゃ頭痛い。うん。これだけはうざいね。なんか体の倦怠感は取れてってんだけど、なんか頭痛が結構まだ残ってて。だからね、結構モデルナ2回目で、ツイッターとか検索すると、頭痛がひどいっていう風にね、書いてある人が結構多かったんですけど、俺もそれになってて、この辺がすごい痛い、頭痛が。うん。頭痛が痛いって変な日本語だけど、なんか頭が痛いね。うんね、今はもう、痛いです。だから、まあ、カロナール飲んでから8時間以上も経ってるんで、ちょっとね、薬を変えてね、ロキソニンの方にしました。そしたら今ね、スッキリしまして、あまり痛みはないんですけど、頭痛が結構ひどいかなっていう感じがしますね。それ以外はね、大したことないね、今のところ。まあ、でもね、まだ3日目に熱が上がる可能性もゼロじゃないんで。だけど、大体は2日目をピークに、下がるともう次上がることはないみたいで、短時間でぐっと上がって、落ち着いていくっていうような感じみたいです。モデルナ2回目はね。うん。で、モデルナに関しては、70% から 80% の人が高熱出ると。で、ファイザーが2割から3割ぐらいということなんで、もう、3倍近くの差があるんですけど、その副反応に関してはね。だけど、まあ、俺はそんな高熱はね、今んところはなくて、もうこう、イエイっていう感じですね。大したことない。うん。こんなもんかっていうところで。まだ明日ね、来る可能性もあるんで、まだ3日目、ちょっと油断はできないんですけど、ファイザー6割ぐらい。あ、そう、俺見たやつだとなんか2、3割だったんですけどね。で、許せないのが、今になって、1回目モデルナ打っても、2回目、ファイザーに切り替えることができるっていう。なんか新潟県かなんかのヤフーの記事で見たんですけど、10代、20代男子を中心にですね、1回目モデルナ打った場合でも、2回目のワクチンをファイザーに切り替えることができるっていうね。
そう。要するに、その副反応が強いから、若い子、特に男の子とか女の子、若い子が副反応がかなり強いので、1回目モデルナ打っても2回目ファイザーに切り替えられますよ、みたいなニュースを見ましたね。ですからね、やっぱね、10代の子だとちょっとワクチンきついのかなっていう感じはしますけど。まあ、俺はもうずっと推奨してませんので、若い子のワクチンはね。一応、ポカリスエットガブ飲みして、2日目を過ごしてますが、まあ、大したことないね。うん。いや、これでもみんななんかやばかったし、しんどかった、ひどいひどいとか言ってたんだとしたら、打った方が良かったね、やっぱね。新型コロナウイルスに感染すると、こんなもんじゃねえよ。こんなもんじゃねえ。なんか偉そうなこと言うけどね。お前が言うなって思うかもしれんけど、あえてマウントを取らせていただきますが、いや、ワクチン打って正解だと思う。いや、これがしんどいんだったら、感染したらもう死ぬよ。死ぬよ。マジで。もう全然違うもん。いや、確かにね、なんかインフルエンザとかコロナの初期症状に似てるっちゃ似てるけどね、ワクチン打ったら疑似体験。体だるい、頭痛い、おかんするってのはあるけど、もう今のところはなんかもう、ちょっと皆さん森に盛ったんじゃないかな、盛り土かなと思うんだけどね。だいぶ盛り土しましたよね。今のところは俺は大丈夫ですよね。まあ、ただ、まだ油断はしてなくて、ポカリ飲んでる理由は一つあって、一回目の時も、体がしんどくなったのがね、普通の人より遅かったのよ。デブだから反応にラグがあるのかわからないけど、一回目の時もね、なんかね、三日目くらいの時にね、結構ガクってきたんだよね。だから一応明日まで様子見てる。個人差がありますから、もしかしたら、三日目の可能性もゼロじゃないのでね、まだね、油断大敵かなと思いますけどね、こうやって煽ったのが振りで、明日あたりに死にそうになってる可能性もゼロじゃないんですけど。いやでもね、コロナになった以来、久々に37度を超えましたね。なると2、3分まで行きましたけど。まあまあでも今のところはまあ、頭痛を除き、まあ倦怠感とかもまあこんなもんかなという感じで、耐えられないほどではないですね。というか、どっちかっていうと糖尿病による食事の血糖値が上がる方が体だるいっていう、そのワクチンの倦怠感より、俺糖尿病じゃないですか、食べると血糖値めちゃくちゃ上がるじゃん。食事の方がだるいっす。食事の方がなんかね、生きた心地しないもんね。毎回ヒーヒー言いながら飯食ってるんですけど、食事の方がしんどいなっていう。まあこれで一応ワクチン接種2回完了。まあ12月来年には3回目があるだろうないだろうなんて言われてますけど、まあ打たんね。だって俺1回かかってるから実質3回目みたいなもんで、これ。でしょ？まあ、期間は空いてるけど、感染してますから、あれを1とするならばもうこれ3みたいなもんなんで、もういらんだろうと思いますけどね、3回目も。だって、ツイッター見てる感じだと3回目はさすがにやりたくないっていう意見が多いもんね。みんな首を横に振ってる。もうこれ以上しんどいのはもう勘弁やっていうので、もうみんな首を横に振ってるんで、3回目ってどうなんだろうなっていう感じしますけどもね。5G 手に入れやがってっていう。いや、もう宇宙人になったよ、これで。宇宙人。でもね、やっぱ、ね、私もね、小さいながらもやっぱ影響力があるのか、すごい来るよ。ワクチン打たない方がいいよとか、DM とかリプとか、殺人ワクチンをノリさん打っちゃダメですよ。死にますよみたいな、反ワクチン派の人たちもいますから、リスナーとかフォロワーにもね。だからリプとか DM でもうすごいいろんな海外のニュースとか貼り付けて送ってきて、殺人ワクチンを打っちゃいけませんとか、ワクチンにいいものは何も入ってないから、打ったら体に悪いですよみたいな、ノリさんが打つとは思いませんでしたみたいなやつが来るし、なんなら家に手紙も来るもんね。あえて紹介してないんだけど、もう紹介できないです。やばいもんが入ってたんですよ、封筒に。あんま大きい声で言えないんだけど。いや、来るんだよ。反ワクチン派から来るんですよ。ワクチン打たなくても、もしコロナにかかったらこれを飲んだらいいみたいなやつで、なんか変な郵便物で、資料とともになんかよくわからない物とかを送ってくるやつがいるんだよね。だからあんまりね、細かく紹介するとね、ちょっとなんかどんどん増えても困るからね、あえて紹介しないでもう抹殺しました。申し訳ないけど、気持ちだけ、好意だけ受け取らせていただきまして、抹殺しましたね。よく、好意でね、なんか俺が体調悪いとかね、頭が痛いとかどう思ったらね、お薬を送る人いますけど、薬事法違反ですからね。絶対の薬を送っちゃいけません。ね。
これガチでアウトなやつなんで、たまにわかんない人が、なんかこっそりなんかその、ギフトの中にね、詰めちゃう人もね、いたりいなかったりってところですから、マジでアウトなんでね、いけませんよということを先にね、ちょっと言っときたいですけどもね、あるんですよ。まあ、そんなにしょっちゅうじゃないんですけど、石鹸もダメです！石鹸もありましたけど、過去にね。石鹸ダメでございますよ。石鹸ももちろんね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。